でも話戻りますけどね、やっぱネズも調べなくちゃいけないんですよね。ネズね、うん、このリュウマチだのお母さん、寄生児だったお母さんがもうどっぷりネズにハマってたんですよ、うん、でネズ歴が40年以上だって言うんですよ、ここ、うんうん、経験派のうち。ちょっとあの断片的になんかねおかしいんだよね、ちらつくんだよね、こうやるとこうになんかその存在がありそうなっていうのはあるんで、うん、ちょっとそれは調べなきゃいけない、ね、このお母さんもあの KK 母もね、うん、やっぱりこうお気に入りの霊能師みたいな人がいたみたいで、うんうんうん、こういろんな人に紹介とかしてるんですよ、うんうんうん、なるほどね、うん、そういうのをまとめたいね、うん、ただ、うん、なかなかネズの会は取材が信者さんから話聞くっていうのは難しいです。難しいよね、うん、本当のことは言わない、うん、ただなんかこう目撃情報とかはあるんですよね。目撃情報ある、うんうん、まあネズの会はあの、まあ、子供2人、うんうん、ネズの会の霊媒師につけ、うん、つけてもらった名前だっていうから。子供2人、うん、じゃあ、ケケ母の名前と、そう、それから弟さんの名前ね。うん。うん、なるほどね。ちなみに、たまにね、ツイッターで言ってる人がいるんで、これは一言だけ言って、打ち消しときますけど、ケケ母の弟は反社じゃないですか。まだ言ってる人いるんですか？いるんだよ。まだいるの？あの、うちで一応さ、変な話、それ誤解された当人にもやってんだよ。うん、あの、取材して確認してても、あの、また後から最近来た人がね、いや、実はあれは反社でしょ。違うんですよ。今回も公的資料で確認したらもう全然違いましたから。うん、反社の人の名前と同じだからって言われてますけど、名前も違った。これを確認できた。これはあの、変な話だけど、なぜか、いろんなとこ確認してなかったよね、うん、名前ね、うち名前確認できましたので、うん、そう、公的資料でね、生年月日まで分かった、うん、住んでるとこまでは大体分かったけど、うん、これはもう弟さんについては触れない方がいいですね、うんうん、関係ないから、うん、一切あのどうも付き合ってる、逆に気の毒だよ、うん、付き合ってもないから、うんうんうん、これは気の毒なんで、逆にいろんな事情があって、ね、家庭なんかあるじゃないですか、そういうこと。私、ケヨさん、ケヨさんって言ってますけど、うん、あのケヨさんが本名だって言ってる人たちもいるんですけど、これは全く違う。違う。うん、ケヨさんは本名じゃない。うん。うんうん、いうことですね。はい。カヨが本名。うん。うん。カヨね。そう、カヨが本名ですね。うん。うん、まあ、いろいろですね。まあ、今後はこれどうなってくるわけ、うん、今後今実はまた別なところを調べてるじゃないですか。うん、いや、やってるけど。あれがどうなるかですね。ただまだね、きちんと、うん、裏付きが 100% 取れてるわけじゃないですから、ここでは言いませんけれども、うん、すごいネタが来るかもしれないです。あれね。うん、あれ、うん。あれはまただよね、来週旅をしながらね。そう、来週ちょっと裏付けの。うん、旅に出ますから、うん、そこではっきりしたら発表します。できたら来週発表したいよね。ああ、そうだ、そう、さっき聞いて、って言ったら、でもあれ言われて僕もちょっと資料見返したら偶然の一致とは考えにくいんだよね、あれ、うんうん、そう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 、偶然、うん、偶然じゃないと思いますよ、うん、私は。だからそう確信しちゃってでしょ、うん、まあ、僕はほらそんなあの女性的な直感がないからあれだけど、うん、でもあまりに似たようなことをする人がいたり、で最初に見つけてくれたね、うん、リサーチャーさんも言ってるんですよ、うん、偶然とは思えない、うん、いや、これがちょっとヒントなのかもしれないわ。私はあの一族に間接的に関わったからね。あ、まだ言ったら、うん、言ったら、うん、一時的にまだ言ったらね、関わったからね。だからびっくりしたのよ、はっきり言うと。で、しかも状況証拠的なもん出ちゃったじゃない。状況証拠だから、決定的な証拠じゃないんだけど、これ繋がんのって思っちゃって。うん、本当に繋がったら、もう緊急配信しましょう。緊急配信。まあ、それは緊急配信、あの、しっかり物証で取れたらね。うん、あの物証で取れそうなんですよ、これで。来週物証の。手間がかかるかもしれないね、まだね。うん、またちょっと丸一日かかるね。丸一日で済まないって、これは。そんな簡単じゃないですよ。だって、広がってんだもん。あっちこっちに。下手したら、あの、他県に行かなきゃなんないよ、あれも。うん、そういうのもあるし、あと、もう一つね、言っときますとね、
あ、もうなんだかんだこうやってね、あれだね、ゆるトークやってたら本当時間経つの早いですね。最近ですね、週刊文春で、エーミア殿下が名誉捜査やってる WWF でパワハラ問題でのいろんな解雇問題でいろいろ起こってると、これ実は同じようなことが前にも起こってるんですよね。であと横領事件が90年代起こってて、実はこれちょっとね、横領事件がある前はもう大学生の時から WWF の総裁をやったんですよ。いいですか、総裁です。でその横領事件があった後はなぜか名誉捜査になってるのね。要するにこれはお金、名誉だとお金が直接手当が定期で出ないんだよね、実は。だからお金の面で断ち切ろうということでそうなったのかな。これは現象面だけ言ってるんだけど、しかし今回のはちょっとこれねまずいと思うのね、名誉総裁でも。要するにそんなことをやってね、次々に労働問題を起こすような団体の名誉総裁じゃなくて不名誉総裁になっちゃう。それからもう一つ、これはねこういうことも相まって一つの団体の体質としてね、いろんなね不都合なことを隠してるんですよ、ここは。でそれについては前にもね予告した通り、もう外国では WWF が非常にまずいことをやったということについて第三者委員会が調査もして報告がまとまって、去年ですね全部まとまったものが出たんですね。それうち全部翻訳しました。でただこれどのタイミングでこうきちんとね皆さんにご紹介しようかなと思ったんだけど、これちょっと時期かなと思うんだよね。どうも、そろそろやんないと。バッチリじゃないですか。バッチリなの、これ私はもうね、なんかいろいろなんかまた時々様子を聞いてくるけど、政府のも黙ってるけどね、もういい加減ね、エーミア殿下はね WWF のね名誉総裁外した方がいいと思う。これはとんでもないことだからね、パワハラで済む話じゃないから、とんでもない不祥事を起こしてる団体なんですね。しかもエーミア殿下が名誉総裁だから信用してみんな寄付してるわけだからね、その寄付を使ってとんでもないことやってるんですよ。だからこれはね、いわゆるこの間のですね、経験問題、経営問題、なんたら問題、それから、キーさんの問題、その他を除いてですね、これはこれで独立した問題だと思ってるし、でも、根っこは同じだと思いますよ。やっぱりね、脇は甘すぎです。だから本当にね、この間ですね、赤坂ベルサイユの問題もありますけれども、皇位継承者たるね、資格が問われるっていうか、もうはっきり言ってそれ続けんだったらやめた方がいいですよ、もうはっきり言って日本の国全体がなんかすすけたようになってしまうっていう、そういう問題をちょっとね抱えておりますね。これはもうおいおいやってきますので、そろそろ、まず第一発目、ニュース丈一郎ですね。ニュース丈一郎で、この問題と合わせてちょっとね やって、場合によっちゃだね、今回はもうあれこれ言わないで、公開質問状出そうかと思ってるんですよ、このいわゆる第三者委員会の報告については、これはもちろん WWF もそうだけど、何よりも政府に出そうかなと思ってですね、これは今回だけはということでございます。ということで、そんなことで大体あれですよね、明日になっちゃいそうなんでそろそろ、明日は明日で実は夜ね、坂東忠信さんを呼んで楽しいまたライブ配信もやりますし、明日はちょっとね、明日はちょっとやばやばな内容だよね。坂東さんが掘って、私が参政党の神谷総平さんと相談してですね、国会で質問を出したんですね。何かあったら、チャイナの警察の日本拠点の話なんですよ。でこれについて答弁が出てて、まずいっていうことは政府言ったんですよ。これは勝手に日本の政府と相談しないで、外国の警察が拠点を日本に出すのはまずいと、これは国家主権に関わることだっていう答弁が珍しく出たんですね。岸田文雄総理の名前で書いてきました、岸田さんについて、してはこの部分だけはやけにはっきりしたことを言うなと思ったんだけど、問題はその国家主権に関わるチャイナ警察の拠点を作った団体があるんですね。この団体になんとですね、まずい人が関わってるという話が多分明日になると思う。これ週刊誌も言われたけどね、おそらく坂東忠信さんはもっとびっくり情報を掴んでますから、はい、これをですね、明日皆さんと一緒に考えてどうしようかと、まだ国会やってるから坂東さんもう一丁かましましょうぜっていう話をちょっと明日やろうかなと思っております。なんかでも日本ってあれだね、
この、エイミヤ家の問題にしても、経験問題にしてもね、なんか、これはちゃんとこうしなきゃいけないよってのはないから、ずるずる、ずるずる、まずいことが出るとそれを隠す。それを隠すってことでやってるから、全然解決しないね。うん。どうするつもりだろうね。うん。岸田さんはおそらくね、この経験問題を解決したらば、他の問題ずるずるやるよりはよっぽど人気が回復するんじゃないかと私は思いますけどね。はい。ということでございます。なんか、金井さんは、あと私が最後ペラペラ喋ってますけど、何か、おまとめはないんですか？まあ、まとめっていうよりも、来週、私とにかく楽しみなんです。あの話？うん、あの話ね。さっき言ったね。うんうんうん、で、まあ、この、経験母のルーツもすごく大切なんですけれども、うんうんうん、もっとね、うん、こう、今、私たちが、やろうとしていることに対してすごく勢いがつくことが来週はっきりするかもしれないので、うん、そこがはっきりしたらすぐ緊急配信します、はいはい、ということで来週もいろいろ北海道行ったり沖縄行くことじゃないけど結構な旅が待っているということでございました。ということで今日はねこれぐらいでさせていただいて今日も皆さんスパチャ流れていただいてありがとうございますんで見たらちょっとびっくりするぐらいの人数の方が見ていたということなんですけどね頑張ってねやりますんでね本当に今日も皆さん駆けつけていただいて、ありがとうございました。ただねアーカイブ残してこれ本当に言うと自信ないんですよ。アーカイブ残したらなんか変な現象最近また起きてるんです、うん、現象になったらちょっとこれすぐ削除します、うんうん、削除して、置いといて様子見ますけれども、うん、様子見たり、いろいろ別の形で配信したりもしますから、頑張ってね、皆さんお届けしますんで。はい。ということで、もし何か止まっちゃったらご容赦ください。現実にですよ、兄貴に言いますけど、ニュース上一郎の先週の本編どうしました？これわかるでしょ。うん。なんか止まっちゃいました。はい。なんか嫌だね。どん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 、切り抜きで出してますからね、切り抜きどんどん拡散してくださいね。それで戦うしかないんで、皆さんフィードバックいっぱいやっていただいてます。本当ありがとうございます。ということで、引き続くご支援をよろしくお願いしまして、今日はここまでにします。明日また7時にお会いします。よろしくお願いします。